お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらスケキン枯渇やっていきたいと思います。さあ、こちらのデッキですね、ただみかん坊さんが考えたデッキです。はい、あのね、伝説の公開台の海の親、え、書いてあるとみかんさんですね。あ、みかんさんが書いたデッキなんですけど、これがね、めっちゃ強いんですよね。すごいわ、本当に。みかんさんが作るデッキね、強いか、まあ弱いかなんですけど、すごい尖ってるんですけど、今回ね、大当たりのね、めっちゃ強いです。はい、すごい流行ってます。というのも、まあ、スケキンプラス、プリンスがね、これが強い。スケキンのね、範囲が 30%、この前ね、情報修正されて広くなったので、単純にスケキンプラス、プリンスのね、形が止まらないよっていう感じですね。まあ、で、そこで逆サイのね、こう、スケバレとかを飛ばすと、スケバレにウッドとかね、ザップとか使ったらもう、スケキンのスキルがもう大活躍だし、みたいな感じで、まあ、スケキンのスキルもね、すごい生きるようなデッキになってます。とりあえずやっていこうと思います。なんか、スケキン持ってない人とかね、いたら持ってなかったらもう、メガナイトとかでいいんちゃうっていうね。なんか、メガナイト枯渇のメガナイトがスケキンになったような、まあ、雰囲気はね、そう、雰囲気に似てる気がするさ、バレル。よいしょ。さあ、ここにはね、スケキンを当てていくと。で、スケバレとか飛ばして、こっちにね、ウッド系をちょっと使わせたよねって言って、あのプリンはね、もうやった方がいいですね。どうにかしてやった方がよくて。あれでウッド使う。そしたらね、このスキルがね、生きていく。よいしょ。さあ、こんなわけで、あえてウッド使ったので、いけ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 や、吹き矢がちょっと強いけど、けど頑張れるんだよね。いや、そう、これがね、このデッキのまあ強みですね。今回の相手はアウプリか。まあ、アウプリはね、ちょっと嫌だけど、ちょっと嫌だけど、この全てを守れるスキルトン部隊ね。吹き矢も軽く抑えながらの、OK。これ、左の方が良かったかな。いや、これどう？ちょっとうざくない？ちょっとうざいよね、これ。どっちにウッド打つんだっていう話？ザップ打って、いやー、相手のプリンうめ。あ、でもめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。さあ、ザップね、ザップなん、ザップね、とか、ザップなんですよ、僕は。ザップだから、相手のバレルプリン吹きあたりが、まあ、嫌にはなってくるけど、まあ、相手もウッド1枚しかないので、まあ、どっか生きるでしょっていう感じでね。さあ、バレルはスケブとかで守りたいけどね、むずいとこだよね。さあ、スケブで守ってくる読みのね、なんかこう、なんか来ても怖いですからね。さあ、一応ここはスケブさ、すごい出すと。いや、これで回収するじゃん。で、スケバレディガーなんだよね。いや、これがね、まあ、せこいよね、言っちゃうと。まあ、行かなくてもいいか。いや、これ、世界一無駄なね、多分スキルになるんですよ。吹き矢、吹き矢やべえよな。肺活量お化けすぎるだろ。働きすぎ。さあ、まあ、ここはユニットレスターしっかり守って、で、スケバレはね、なんかこう逆サイドに飛ばしておけば意外といい感じになるよね。で、内側ディガーとかしてね、ちょっとうざいよね。さあ、カトゥーン。カトゥーンが入ってプリンスを溶かしてくれるのはでかいと。で、右サイは無視できるというわけです。さあ、あとは相手の端前プリンとかいろいろあるけど、端前プリンとゴブリンバレルはね、警戒したいけど、端前プリン来ないね。いやー、入っちゃうね、ちょっと。いや、でも回収して、このスケキンプリンスがマジで強い。本当にメガナイトプリンスみたいなもんだからね、形上は。さあ、でもみたいな。ウッドで前半するこれもしかして。いや、でも、ウッド使わしたことによって、なんかいろいろいい感じにならんか？いい感じにならんか？いい感じになってくれやー。さあ、ギャングが来ると。さあ、いや、いいよ。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。マジで頑張ってる。さあ。で、ここはプリンスに竹行くのが熱い。で、スケバレからの、どっちを攻めようかって話だね。右にウッドか？右にウッド使う。スキルこれ使うとさ、相手どうやって守るよ、これ。熱くね？熱いね。ザップって。いや、くんな、くんな。いや、しかも見て！スキルが、スキルが、スキルが、スキルが。決めてく！オッケー。いや、でかっ。よく頑張ったね。スケキンプリンスがなんかね、メガナイトプリンスのお得バージョンみたいな感じになるよね。これが単純に強いね、この形が。さ、マジでお得なね、メガナイトプリンスだと思ってください。まあ、なんか、こう、強い形ってあるじゃないですか。それこそメガナイトプリンス、ジャイプリンス、あとはま、有名どこで行くとね、ゴレダクネとか、そう、なんか組んだら強い、形の一つだとまた思いますね。それこそスケキンプリンス。もう組むだけで強いよねっていう話。さあ、ここはま、入っちゃうけど、まあ、そんぐらいは許容してね。あえてザップ使ったんでね、フィーバータイムいけないこともなさそう。で、これで、ディガーでね、あ、マジアチャやりたいな。マジ、マジアチャでも、あ、ペッカか。いや、これ、スケキンのスキル使えたら熱かったけどね。さあ、さすがに使えないと。
まあまあまあ、プリンスが頑張ってくれて、ザップ使ったらマジコウモリとスキャミーね、無双するんでって感じで、まあ、スケキンのスキルも結構積極的には使ってきたよね。うん。さあ、相手はね、すごい両サイズ目が来ると。いや、これさ、許容、いや、これね、スケブ出さないプランでもよかったな。出さずに、コウモリの前にスケルトンバレル使うでもよかったんだけど、まあ、いっか。さあ、ペッコーですね。ペッカ工場だ。まあ、ペッカ工場には、結局プリンス活躍、あとはマジアチャだね。マジアチャ俺がディガザで絶対飛ばすっていう意思。そこが大事。で、まあ、あとは、意外とスケキンのスキルも刺さると思うんでね。ちょっといい感じに。いや、これね、チートですから。せっこいよね。これでスキルマックスぐらいいくんでね。いや、マジこれ強いんだよね。まあ、あとは、相手のこのマジアチャって地味にね、削っちゃうから、早めに溶かしたいけど。うん。で、あとはスキルをね、普通にこれ使うだけでね、相手辛いんだよ。辛いんだよね。よいしょ。ね。いや、マジでね、これ強いからな。やばくない？突破できるよ、だって。さあ、ザップぐらい打って、いや、オッケー。このプリンス系がね、しかもこのスケがいることによって優の歩く。クトゥン。いや、で、飛ばす。いや、このね、もう優の入りそうだな。なんか、後編で。後編で吹き矢で、ツルンチュチュンってね。さあ。いや、タゲが天才。最低もね、さすがにザップは使うと。で、ザップ使ったら今ね、コウモリもスケートの舞台も最強なんで。これ最強です。はい。ファイブポイズンとかね、引いてきたらやばいけど。こうやって相手何もできないですからね。でさ、これ早くスケキン出してスキル使いたかったな。で、スキル使って、ペッカ来てもこれがと、あの、ペッカをしばくんですよね。これやばくないですか？ペッカがスケキン殴れないんですよ。このスケが多すぎて。で、そっちかどっかにザップ使うとみたいな。これやばいんだよな。これミカさんが作ったんですよ。いや、マジで天才だと思うんだよな。ね。スケキンプリンスで、だってメガナイトでね、来てもプリンスがボコボコにする。で、ペッカ来てもスケキンのスキルでボコボコにする。なんで守んのっていう。まあ、マザネクとか、マジックアーチャーみたいなね。遠距離系はやっぱ厄介になってきますけど、まあ、結局ね、ウィザードが来ようが、もうネイクロが来ようが、本当に何が来ようが、ディガーザップで仕留められるっていうのが強いね。あとはまあ、両サイ攻めできるので、本当にスケキンプリンスの逆サイにね、スケバレ飛ばすとか、まあ、スケバレ飛ばしてからの、ケツスケキンね。SB 来たな。さあ、モッドプロです。そう、マジでなんかね、仕組みが強いんだよね。ザップと、ウッドザップとか組まれてもいけそうだもん。さあ、これはね、スケキン出して、マズネクね、裂いてくれたんで、まあ、なんならチャンスですね。うん。さあ、しっかり回収しながら。で、プリンスつけて、みたいなね。さあ、いや、熱いよ。熱いんだけど、意外と体力脆いんでね。ちょっと怖い。あとは、マザネクは今いないターン。吹き矢が最強クラス。LSP かなんか来るか。あ、ライトか。いや、ライトは、まあ、いいライトっちいいライトだね。カツン？いやー、トリトン強い。さあ、まあ、これはちょっといい防衛されたんですけど、いい防衛されたな。で、マザネクを、そう、仕留めたいな、これ。で、コウモリいるから、コウモリで。オッケーオッケー。いや、まあまあまあ、痛いんだよね。全然きつい。なんならめっちゃきつい。めっちゃきついかもしれないけど、まあ、スケキンプリンスの形、しっかり作って、あと、ウッド使ったんで、今、吹き矢も強いよね。うん。まあ、単純にこの形が強いのはあるんでね。そう。だったら、スケバラちょっと逆とかもやりながらね。あと、LSP があるのかどうかっていうのも結構重要なところで。いや、これいらなかったかな。これ、なんか、処理できなかったらやばいよね。処理できなかったらやばいんだけど、まあ、処理できたんで、まあ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 。マザネクね。とりあえず、泣いた方がいいんですけど。これ、ウッドある？ウッドないね。いや、あるんかい。やばいやばい。さ、ちょっと入っちゃう。でも、LSP がさ、今んとこ見えてないのよ。俺の中で。だから、いや、マジで、コウモリ無双はあるね。コウモリ無双はある。まあ、相手の後、ライトやだな。スケバレも、あー、これは、でかいでかいです。これ、でかいでかい。あと、吹き矢無双。吹き矢コウモリ無双したら全然ありそうだな。いや、マジで、あれやばいね。これやばいんだよね。やばい以外の言葉出ないんだけど、やばいんだよね。
さ、綺麗なウッドが来ちゃうと。あ、でもカウンターだよね。今ウッド使ったよね。これだよ、これ。で、ディガーも欲しい。で、コウモリ。いやー、で、ウッドもあるの？やめて。いや、マジである、マジで。なんか頑張ってる、頑張ってる。いや、頑張っているけど。いや、プリンス残る。いや、コウモリだけ言ってる。天才、天才、天才。さあ、天才。あえてこれさすがに攻めてこねえか。あ、さすがに攻めてこねえ。いや、ライト来そうだな。ウッド使った、ウッド使ったよ。いやー、入ってる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 。今ウッド使ったからスケアミも最強。いらねえな。いや、マジだ、マジだ。コウモリ守れ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 守った。マザネク来る。もうかわいい。知らん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 。マザネクとか知らんから。ああ、マジかよ。いや、分かったと思ったな。マジかよ、最後あれ。まあ、なんか今のがぶっちゃけほんと一番きついレベルですよね。だってプリンス受けでね、しかしスケとかもあって、低めトリトンマザネクね、どうにもできなくて、ウッド回ってみたいな。本当にゴーストもね、優秀だしね。そう、一番きついレベルの、まあ、ロイ、ね、ロイマズネクだと思うんだけど。しかもプリンス系なんかあったしね。そうか、まあ、あれにあそこまで戦えるなら、本当にね、大抵負けないよねっていう。さ、アーチャーですね。まあ、アーチャーイコールクロスとかだと思うんだけど。まあ、クロスはね、LSP だったら嫌だね。まあ、LSP じゃなくても嫌なんだけど。あれいや、わかんなくなっちゃった。スケラだね。多分、墓石ナイトってことはスケラぐらいしか思いつかないんだけど。浮き矢延命したいなぁ。いや、スケキンなんか、ダンス、矢投げ使ったんでね。さあ、浮き矢出していこう。いや、これスケキン行ってもいい気もすんだけどね。って、やっちゃうか。え、っていうかね、使ったんでね。あー、ボーラー。これやばい。行っちゃうよね。あー、行っちゃった。まあ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 、まあ。ボーラは嫌ですね。で、コウモリ行ったらアーチャーが来るかな。どうだろうな。うん。まあ来たら来たでいいや。さあ、高めアーチャーと。で、墓石もあるので、非常に攻め方がむずいけど、墓石使ったらこのね、スキャバレが刺さるんだよね。うん。で、矢を、あー、メガを、矢を使わしたかったんだよね、俺的に。スキル貯めて、スキアミフケアあれば守れそう。いや、ボーラーやばいね、マジ。これなんか使わしたいけどね。いやー、いいボーラーの位置よ、この。ね。ボーラーを極めてる。いや、でもここで使っちゃうんだよね、俺ぐらいになると。すると、やっぱこれが嫌で、ヤダメは本当はね、使ってほしいんだけど、アーチャーが優秀と。うん、受けが強いですね。いや、吹き矢届かねえか。まあ、今回の試合の活躍するカードは、コウモリか。いや、これ地味うざそう。プリンス寄らないもんね。いやー、いいフリーズや。さあ、ザップ打って、ディガー稼ぎながらね。まあ、ヤダメさすがに矢使うよな。よしよし。いや、流れ的には悪くない。流れ的には悪くないんだけど、普通になんか、刺さらねえな。うん。もう小物でね。さあ、吹き上げして。いや、このプリンスやばいかな。スケラ打たれたら無駄になっちゃう。まあまあ、言うて。で、上にね。上にスケルトン無駄。オッケーオッケー。大丈夫でしょ。ザッピいらないな。で、逆サイドとかもプレッシャーかけながら、いや、矢打ってきた。いや、打ってきた。いや、これちょっとあるぞ。マジであるぞ。相手きつくない普通。いや、拾うな。拾ってくんね。いや、アーチャーやばいな。さあ、一発たまたま殴んねえか。やばいね。いや、でも、カッツンカッツン熱い。いや、マジで熱いね。
で、こういう攻め。これ貫通してる。さあ、ザップ使った後ちょっと怖いけどね。いや、OK。いや、いいよ。いや、これ、削り。いや、マジでやる、マジでやる。なんなら押してるもんね、今んとこ。さあ、ヤダム使った。フリーズか。さあ、しっかりザップ打ってね。守ろう、守ろう、守ろう。守ればある、守ればある。で、こっち側攻める。え？これ、熱いよね。スキルも使う。いや、スケキンがさ、地味に活躍してるんだよね、マジ。嘘ついた、俺今。地味に活躍してると思ったんだよ。思ったんだよ、本当に。思ったら思ったんだよね。さあ、で、スケキン意外とスキル受け優秀なんだよね。本当に。本当、本当だよ。ほら。本当だよね。これ、ザップ、いらねえか。いやー、熱い。いや、熱い。いや、まあ、吹き矢とかいるからね。スキラの受け優秀なのはあるんだけど。だけどもだっけどじゃないこれ。頑張ってない？しかも、スケキンのね、スキルを見て。見えなかった。おい、逆が落ちる。いや、熱いね。なんか勝てちゃったね。よくやったよ、俺。まあ、本当に枯渇要素が多いんですよね。スケバレコウモリ、スケルトン部隊、吹き矢、あとスケルトンキングのスキルもあるので、ね、相手がウッド5枚ないとね、負けないよっていうデッキなんですよ。そう。いや、これね、スケキン欲しいな。スケキンやればな。マジ。スケバレからのスケキンやりたい。スケキン出したい。スケキンが来ない。来ない！さあ、これ2.6ホグかな。2.6 ホグしか考えられないと思ったらバルーンですね。これはもしかして。さあ、バルーンでアイゴルされたってことは、地味にうざそうなので。さあ、これちょっとディガーやってね、コウモリを延命したい。ああ、いい、アイゴレお散歩だ。さあ、今回の相手はバルーンですね。しかも、ボムバルーンってね、タル雪あるんですよ。そう、だから、まあ、嫌ではある。そう、嫌ではあるんだけど、いや、このディガー今日は痛いね。嫌ではあるんだけど、まあ、頑張れないことはないよねっていう話。結局、バルーン一発入るんだけど、一発受けて、そのカウンターでね、仕留めていくっていう。いや、熱い。熱いな。アーマスクやりてえけどな。吹き矢出して、タル、ウッドかタルか。タルだよね。いや、待って。延命した。いや、延命できない。延命できない。いや、ボムタワー勝てえ。さあ、これはね、イモられるとやばいんだね。イモられるとやばいね。あとは、アイゴレもやだね。大変だねって感じで。まあ、低め、高め、こっちと。位置をね、しっかり分けて。分けていっぱい出したら、すごくなったんだけど、これも全部終わっちゃうんだよね、ボムとかで。ね。さあ、いや、これ勝てたら、天才って呼んでください、皆さん、僕のこと。呼んでください。絶対。まあ、気合のね。気合だよね。マジ、これでも結構大事になってくると思う。スケキンのスキル、俺。しかもワンパンできるんでね。さあ、吹き矢延命できると熱いんだけど。焼いてるマスク嫌だよね。いや、吹き矢熱い、頑張ってるね。一旦こんぐらいと。マジ、バルーン雪玉撃たれたら一発絶対入るんだよ、これ。そう。これね。一発入る。しょうがない。そういう運命にある。いや、でもな。あるよね、これ。スキルも使ってね。え、めっちゃあるくない？吹き矢入る。え？あるよね。で、ザップで竹変えて。後ろ殴る。もう一回スキルいける？吹き矢追加しようか。いや、あるあるある。スケキングプレッシャーになってる。スケキングプレッシャーになってる。オッケーオッケー、来た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 。いや、これよ。いや、本当にね、これなんだよね。で、落下ダメ入って、グッドゲームと。うぃー、そ、ナイス。マジで、結局はダメージ受けるんで。もうカウンター上げですね。もう言えなくなっちゃった。
そう、スケキン OP です。はい、というわけで今日はね、スケキンの枯渇、なんかまあメガナイト枯渇に本当に似てるんですけど、マジでね、スケキンがいい味出すのでマジ使ってほしいな。なんかミカさんがね、本当考えてきたんで、じゃあミカさんのチャンネル概要欄に貼っとくんで、皆さんぜひ見てください。本当スケキンプリンスの形組んで逆サイスケバレで、まああとコウモリね後ろつけたり、マザネクとか、徹底的にディガーでやれば本当幅広いデッキに勝てると思いますので、皆さんもぜひ使ってください。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。